はい、ではじゃあ構えます。そうですね、でちょっと僕一回補助するので構えてもらっていいですか。で今の感じでいくと、もうちょっと下がってもらって握ってもらって、人差し指ここですね、で親指はこっちですね、はい、そう、これは相当違和感あると思うんですけど、ここからボールを投げるときはこういきますね。でもともとの癖がこうなんです。分かりますか。ここからあとは持ってるボールを向こうに投げるだけ、そう投げるだけです。で投げようと思ったら、はい、これ投げづらいの分かりますか。あ、投げづらいです。これ投げやすいですよね、はい、はい、という感じ。一回僕補助するんで一回打ってみましょう、はい、いきますよ。今僕がやることはここに投げるだけですからね、はい、いきますね。もうちょっと下がって、はい、いきますよ、はい、投げるだけです。こんな感じです。いきますよ、はい、こう本当にこうただ下にこう振ってるだけな感じですね、はい、じゃあちょっと意識して投げるだけですよ。めっちゃいいじゃないですか。今ぐらいこう自分の中ではこうで、例えばイメージとしてダーツ持ちますね。ダーツ、はい、でダーツをバックスイングしたら向こうにポンと、まあ、これにこうあるとして、そう僕に向かってダーツここに的があるとして投げようとしたら、そうやるじゃないですか。でその時にこの腕っていうのはここにありますよね。でこれがここにあったら難しくないですか。難しいですよね。でゴルフっていうのは上げたらパンとこっちにこうダーツ投げる感じなんですよ、はい、まあ、この右足の前にポンと投げる感じなんですね。あ、そう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 、そうですね、そんな上げられない、上げられないですよね。そう、じゃあそのイメージで一回もう一回やってみましょう。ですからもうゴルフだと思わずにダーツを投げるだけですよ。ここからやるべきことはダーツを投げる形でポンとリリースだけです。はい、まだねダーツがね投げづらいところに行ってます。あ、行ってますね、はい、そう、うん、オッケーオッケー、はい、ですか。もう一回言いますよ、はい、投げるとここからだと投げやすいですね、うんうん、投げやすいです。ここから投げる投げる、うん、投げる、これだけです。だから自分の中では畳んで投げるだけ。例えばダーツ投げるときはこうですね、うん、体回すとか一切しないですね、はい、これだけでポンと投げるだけですね。そこからただ投げるだけです。そうです、そうです、そうです、はい、上げて、はい、すぐ投げますよ。そう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 、 OK OK。 だいぶイメージとしてはクラブを、はい、ごめんごめんごめんですか、クラブを下に使えるようにならないといけないんですよ。小森さんね、相当もともとこうすくい上げてる感じなんで。なるほど、はい、いいですか。そう、投げる投げる、そうそうそう、もう一回、はい、そのまま打ってください、はい、そうです、そう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 、そんな感じ、そんな感じ。それで全然こうすくう感じが全くないので、もう最初あのぐらい極端にやらないとこの動きってなかなか治らないです、はい、そう、ただもうこんな手だけでいいのって感じですよね。体何も使わないで、ただこっからパンとこっちにこう投げてるだけなので、そのためのこうグリップであったり構えなんですよ。そう、 OK、 そう、まだまだちょっとダフってますけどね。もっと下がっていいですよ。すごく遠く感じますよね。もっと下がっていいです。はい、もっとお尻上げて。はい。だから今の構えだとなんかこう届かない感じしちゃうじゃないですか。でも実際今ぐらいなんですよ、普段で。で普段は相当こう、まあ、自分でも多分自覚症状あると思うんですけど。そうですね。そう。ここで体を離して距離を。そう。そうそうそう、起き上がってこう、だから結局この動きが前提なんだ、なのでもう下から上にしか振れないんですね。
やるべき作業は手首と肘を曲げたら、これ以上いらないので、ここからただ単に下投げだけです。で、振っていくと。そう。ここから投げたら、結果的に多分こうなるはずなので、はい。もっと下がっていいですね。お尻もちょっと上げて、だいぶ遠くないですか、自分の中では。めちゃくちゃ遠いですよね。はい。だからそんだけ遠いといいですか、こうさっきのようにこう大きくいったらより戻らない感じするじゃないですか。だからもうなんかここら辺だけでこうやりたくなりますよね。そう、自分の中では相当こうもう 手を曲げて伸ばすぐらいの感じでいいですからね。そう、構えとしてはそんな感じですね。そう、届いてないですよね。それが普段の癖なんですよ。これでしっかりとダーツ投げたら届いてきますから。おお、ナイスナイス。だから今の距離感で届かすためにはリリースしないといけないんですよ。もともとの構えだともうリリースしたらドタ振りしちゃうので、もう上にこうやるしかないんですね。だからまず今の構え方を取って、そう、自分ではこんな遠いんだっていう感じですね。はい。で実際全然普通なんですけど、そうすると行けば行くほど戻すの大変になるので、本当にもう目の前でただこうダーツ投げるだけになるんですね。そうで、ちょっと芝生打てないですよね。もう一回言いましょうか。打てないですよね。だからまだねダーツ投げてないんです。そう、なかなか届かないでしょ。届かなかったらまだクラブの重心が遠くに行き過ぎていると思ってほしいんですね。だから本当にここからピュンって投げるだけなんで。そう、 OKOK、 届いた届いた。もう一回いきましょう。構えてさあ、ここからもうね、もう一回投げて、そう、これだけ。そう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 、 OK。そう、完璧です完璧です完璧です。ここから自分の中ではこのままこう、もともとはこうですね、こんなって感じだと思いますけど、こんなに体から出て遠いんだっていう感じしますよね。ここで振ってくると。だから構えも遠いし、上げるのも今まで聞かれたら相当遠いんですよ。でもここに対して構えてるわけだから、こう振り子運動で考えるとここに上がるわけですね。これが多分相当前に感じますよね。どうですか。そうですね。そうですよね。そうですよね。はい。 OKOK。 そのぐらいでやっと届き出すので、だ今までは縮こまってなおかつ 内側に行って、もう本当に苦しそうに振ってたのを離れて、自分の中では相当こう前で打ってる感じでちょうどいいです。そう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 です。はい。そう、そのぐらい離れて相当自分の中で前で振り子運動してくださいね。そう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 。だから全然上がってる位置がいつもよりか相当前な感じすると思うんですよ。ですよね。遠いですよね。そうそう。でリリースしないと届かないよって話ですね。